皆さんおはようございます。木下着物研究所おかみの木下紅子です。日曜日朝10時からはどなたでもご参加いただける週刊ライブレッスンをお届けしています。今日はごめんなさい、ライブと言いながら録画でのお届けとなります。今日ちょっとね、外出をしなくてはいけなかったので録画でお届けさせていただきますね。さて、この週刊ライブレッスン、今日は録画ですけれども、皆さんとにかくご一緒するということに主眼を置いています。通常の動画はお悩み解決ということでポイント解説をしているものが多いんですけれども、この週刊ライブレッスンはとにかくご一緒するということに主眼を置いています。通常の動画だけでもね、もちろん着られるようになったりですとか、技術というのは向上していくと思うんですけれども、ご一緒することのメリット、まずお話しさせていただきますね。ご一緒することのメリットは、手順以外の何かに気づくことができる。なんかやりにくいんだけどなぜだろうみたいなことっていうのは、手順以外のところにあることが多いです。例えば、あ、帯を持っている位置が悪いんだな、方向が良くないんだな、私の姿勢が良くないんだな、みたいなことに気づくことができます。それから、私自身はやっぱ手にね、無駄な動きがないので、私と一緒にすることによって、そういったことのこう無駄な動きみたいなことが、やっぱペースメーカーにね、私を一つしていただけるかなと思うので、無駄な動きみたいなことが減っていくんじゃないかなというふうに思います。ぜひ通常の動画、それからこの週刊ライブレッスン、両方お役立ていただけますと、皆さんの着姿って必ず変わっていきますので、ぜひねお役立てくださいね。さて、今日の週刊ライブレッスンの、テーマは半幅帯のリボンアレンジになります。リボンアレンジって、まあ、基本中の基本なんですけれども、私がリボンアレンジ推しな理由としては、帯揚げ帯締めを使ったり使わなかったりで、すごくね、印象が変わる帯結びになります。それから、まあ、今日はしませんけれども、半幅お太鼓風ももう途中までほぼ一緒みたいな感じになるので、リボンアレンジをマスターしていただくと展開がいろいろしやすいんですよね。なので、私は、皆さんにお伝えするときはリボンアレンジ推しになっているかと思います。私自身は半幅帯ってたくさん結ぶね、結べる必要はないと思っているんですけれども、このリボンアレンジはぜひね、マスターしていただければと思います。今日必要なものは半幅帯、それから帯揚げ帯締めを使ってアレンジをしていきます。そして、慣れてない方はこのクリップが1個あるといいかなというふうに思いますので、ぜひね、この、4点、それか帯板か5点、皆さんご用意くださいね。お洋服で多分今日ね、参加される方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけれども、ぜひこのね、必要なものお忘れなきようにご用意お願いいたします。はい、では早速リボンアレンジお伝えしていきたいと思います。半幅帯って長さがね、まちまちなんですけれども、このリボンアレンジ、いろいろアレンジしたいなと思ったら、お手持ちのものの中で少し長めの半幅帯を使いいただくといいんじゃないかなと思います。もし短い半幅帯をどうしても結びたいっていうことであれば、ちょっとアレンジの方法がね、変わってくるかと思います。今日は少し長めなものが向いているアレンジになろうかと思います。で、半幅帯は表と裏みたいな感じでリバーシブルになっていることが多いですね。私のこの帯はこうツヤっとした部分とマットな感じがあって、今日私はツヤっとした方を出したいので、それを考えながらマットな方が体に当たるように体に当てていきます。右脇から背中を通って左脇まで帯を持ってくる。こういう風にすると、あるべきところにね、物が来るわけでございます。今左手が持っているのが手、右手が持っているのが垂れになります。帯を結ぶときには手の長さというものがすごく重要になってくるんですけれども、このリボンアレンジは体に二巻きしたときに、左の手と右の垂れが同じぐらいの長さになっているということがね、重要な帯結びになっています。でも今ここで手の長さ決めなきゃいけないのに、体に二巻きした時に手と垂れる長さが同じぐらい、一体どうすればいいのっていう感じなんですけれども、仮巻きをしていきたいと思います。まず一回ね、体に巻いていく。そうするとだいたいブレずに、帯の手の長さと垂れの長さを算出することができます。右手がトップバストの位置、左手もトップバストの位置、ギュッと握り込む。
大体近いんですけれども、ちょっとこっちのタレの方が15センチぐらい長いかなって思います。なので今から仮巻き取っていきますけれども、15センチ割る2、まあ、7.5 とか7とか8とか7センチ8センチ前後ぐらい、こっち今左手が持っている手の方をちょっと長く引っ張っていきます。15センチ長くて15センチ引っ張るとこっちが長くなるだけ、手が長くなるだけなので、割る2ね、割り2忘れないようにしましょう。だからまあ7センチから8センチ前後ぐらい引っ張ってあげる。はい、仮巻き取っていきますよ。はい、7センチから8センチぐらい、このくらいかな、取っていきます。はい、でここから実際ね、帯を結んでいくわけでございます。よろしいですか。右手の力も借りて、こうやって帯をね、半分に手前でこうやって折っていく。折ってあげたら、この辺ふわっとしてるから、こうやってなじませていく。ここから実際帯を巻いていきますよ。左手が持っている手を右肘にかけてあげる。体にキューッと帯を巻きつける。左手の親指をぐっと脇の方に入れていって、この親指を右肘で押さえる感じで、今右手が持っている帯、体の前にこうやって持ってきてあげて、右肘が浮いたなと思ったら右手で上からもらってあげます。ちょっとこのね、手が邪魔なので、少し真横にトップバストの位置まで引いてあげましょう。半幅帯だろうと名古屋帯だろうとお太鼓だろうと、帯をしごくというのは一緒ですね。この帯をしごくというのはどういうことかというと、中の空気を押し出す、中のシワを取っていくということがね、このしごくことの目的になります。親指、人差し指、中指、親指は帯板と帯の間、親指の爪が帯板のツルツルに当たってます。人差し指は今の帯の内側と外側の帯の間、中指外側からアシスト、左から右に向かって帯をしごいていって、最後ギュッ、またもう一回いきます。ギュッ、このね、かかとが上がっちゃうんですよ。これ私癖だと思うんですけど、かかとが上がるとすごい力が込められるので、ちょっとしごくの苦手だわという方はぜひね、かかと上げまでやってみてください。もう一巻きしますよ。もう一巻きするとき、左手がここピターっとね、ここ上にピターっとくっついている状況かと思いますけれども、ここぜひね、くっつけてくださいね。背中の帯が曲がると、帯が緩んでくる原因になります。帯がね、曲がるって、曲がるだけだったらいいんですけど、曲がるってことはその他の布も曲がることによって取られていくということになりますね。でもちろん曲がったのを正せばいいんですけれども、その正す時にただ正しただけだと、この他の布も取られた分、どうしてもね、緩みが生じやすくなってしまうので、ここ曲がらないように意識集中させていただくことがね、重要です。なぜこういうふうにね、すごくお話しているかというと、半幅帯は他の名古屋帯や袋帯と比較しても、帯の素材感っていうのの振れ幅がすごく広いんですよね。すごくソフトなものもあれば硬いものもある。名古屋や袋帯よりもその幅がすごく広いので、ここ左手のアシストすごい重要になってきます。ぜひね、これ頭の中に入れておいていただければと思います。では帯しごいていきましょう。親指、人差し指、中指しごきます。親指は先ほどと同じ帯板と帯の間に、親指の爪が帯板ツルツルに当たって、人差し指は今の帯と内側の帯の間、人差し指は今の帯のこうね、手前と内側の帯の間で、人差し指は中指は外側からアシスト、ごめんなさい。では左から右に帯をしごいていきます。1、2、3、10。はい、ではここから帯を結んでいきます。左のトップバストのところで帯を上に折り上げていきますよ。折り上げただけだとこの辺ふわっとしてますよね。これをしっかりこうやって後をつけていく、なじませていく。左手帯輪っかで握り込む、握り込んで気持ちですよ。帯ね、こういう方向で力をギュって、こっちの方でね、帯を引いていきます。で今右のトップバストにある帯、左のトップバストまでこうやって引き抜いていく、引き抜いていくと
こうやって体の前で帯を交差させることができます。で、このね、向きが合ってるのかなっていうのをどういうふうに確認するのかなんですけれど、私のここ鏡に近いところのここですよね。この部分が帯の折り目と折り目、輪っかと輪っかがここで揃うと OK です。これ NG ね。輪っかと布端が揃うとちょっとね、あのリボン作った時に綺麗じゃないので、輪っかと輪っかが揃うようにしてください。はい、では帯ね、一結びしていきますけれども、結び目は胸元に乗せたいです。ここちょっとご覧いただきながら進めていきましょう。はい、ではね、一結びしていきますよ。右側が上に、左側の手が上に来て、右側の垂れは下になってます。で、ここで、ね、左手でしっかり押さえたまま一結びしていきます。結び目の位置確認してくださいね。帯板の上、帯板の上に結び目が乗っている、この状態が正しいです。はい、ではまたちょっと画面の角度を変えていきましょう。今ね、ここ右側がちょっとニョグニョグニョってなっているので、この段階でこういう風にね、整えてあげると後がいいかと思います。全部帯締めとかやった後とかだとなかなか正せないから、この場面でやっていきましょう。はい、では続きまして、左側からお羽を作っていきたいと思います。左側のお羽、左手こういうふうにちょっと先を持っていただいて、右手はこういうふうに帯を半分に折って間を、後をつけていきますよ。で、右手はこの人差し指で上にピーンと持ち上げて、お羽を作っていきます。で、今右側にある帯を上から来て、いわゆるリボンですよね、蝶々、蝶々結び、帯を結ぶと思うから難しい。靴紐を結ぶと思っていただいたらリボンね、難しくないですよね。よいしょ。ここのリボンを作る時のポイントは、右と左がだいたい同じぐらいになるようにするということがね、ポイントかと思います。はい、皆さんできましたか？では続きまして、私の帯は、まあ、ある程度長いので、帯上げ帯締めを使っていこうというふうに思います。この時、紐落ちだけこの右と左の帯仮巻きしたんですけど、ちょっとだけ差ができているの分かりますか？まあ許容範囲でございますやっぱりね、ちゃんとやったとしても多少やっぱりその手の力の加減とかでちょっとね、左右変わってくると思うので、この時は下で必ずこういう風に長さを揃えて、ここ今先右手で持ってますよね、左手こういう風にその長さが違うところを内側に持っていきながら、帯を結び目のところに、ここにね、体に近いところに通してあげる、こういう風にしていただくとよろしいかと思います。で、どっちかが長い時っていうのは、今調整したじゃないですか。で、ここから先長い方だけ引っ張ると長くなっちゃうんですけれども、せっかくここ揃えたので、この揃えたまま行くところまで引き出してあげる。で、無理に引き出す必要はあります。行くと、あ、この辺かなっていうふうに止まったらそこでおしまいです。この余りの加減っていうのは、帯の元々の長さ、それから体格によっても変わってくるかと思います。今日私が使っているのは4メーター15センチぐらいなので、結構長い帯かと思います。で、このリボンをどのくらいの大きさにしてあげるのかによっても、余り加減っていうのはね、変わってきますよね。はい、では、続きまして、このリボンアレンジだからお羽を広げていきましょう。私基本的に羽広げない方がシャープで好きなんですけれども、ここはね、お好みになろうかと思います。羽広げてあげて、これだけだとね、ちょっとかっこ悪いんですね。ちゃんと形を作ってあげる、こういう形がベストです。この形何かに似てますよね。水着の三角ブラの形にすごく出ている。出てるところは出る、内側引っ込ます。これがリボンの理想形だと私は思っています。なので、指中にグイッと入れて、
出るところを出していく、内側へこます。こういう風にしていただくとリボンね、すごく可愛い形になります。まあ、私は基本的に広げない方が好みなんですけれども、まあ、今日はお稽古なので広げていきます。まあ、この辺その日の気分で大丈夫です。で、広げて三角ブラだから出るところは出る、引っ込ませるところは引っ込ませる、つまり引っ込ませないと出るところも出ないんで、こういう風に出していく。はい、できました。はい、では帯揚げを入れていきたいと思います。帯揚げはね、ここの中に入れていきます。例えば短い半幅帯だと、そもそもこのタレがね、ここまで出てきませんから、この羽のこの部分がね、多分ね、こんな感じで終わっていくと思うんですけども、今日は長いからここでね、アレンジをしていきます。帯揚げを手に取っていただいて、3分の1、3分の1がで、折り下げた方が下になるようにして、ここ胸元に入れていきます。で、続きまして帯締めですね。この帯揚げ別にね、なくても帯締めだけ使ってもアレンジできるんですけれども、帯揚げを使うことのメリットとしては、やっぱりちょっとおしゃれに見える、大人っぽく見えるというところがね、あろうかと思います。浴衣で軽快にしたいわという時は、まあ、帯揚げなくてもね、構わないんじゃないでしょうか。では続きまして、帯締めのね、入れ方は2種類あります。1種類目がある程度長さがある場合、こうやって体と帯の間に帯締めを入れて、ここね、やりにくい時はクリップこうやって使ったらいいと思うんですけれども、こういう風に、いわゆるお太鼓、名古屋帯と同じようにこうやって内側に入れていく方法。その場合、このね、お太鼓のこの部分っていうのがシュッとした感じになります。続きまして、ちょっと短いんですよね、だけどタレを作りたい、帯締めを使いたいという場合は、こういう風に上にグイッと持ち上げていく、上にグイッと持ち上げていくと、この辺ちょっとふわーっとなってね、雰囲気が変わっていくかと思います。ちょっとね、タレが長そうなので後で調整しますね。このやり方、1個目のやり方でも2個目のやり方でもどちらでも構いません。さて、今ちょっとこれだとタレが少し長いかなって感じなので、ちょっと調整して持ち上げていきますね。で、このタレ先、このタレ先もどうでしょう、まっすぐ、ちょっと分かりやすくするためにちょっと持ち上げます。ごめんなさい、ここね、この部分がまっすぐで揃えてもよろしいと思います。こう、なんていうのかな、かっこいいというか、割と優等生っぽい感じ、きちんとした感じのに見えるのに対して、ハの字にするとより腰の部分が隠れやすいので安心感がある。で、またここで少し長さ変えたりとかするとまた雰囲気が変わりますよね。この辺っていうのは本当にお好みで大丈夫です。私は腰の部分をできるだけ隠したいから、ハの字にすることが多いです。で、今先ほど上からこうやって持ち上げたから、ちょっとこの辺に緩みがありますよね。こういうのもまあ、お好みによるのではないかなと思います。あんまり緩んだのがお好みでないという方は、最初にお話しした体と帯の間に帯締めを入れてみる、突き当てて中に入れていく、このね、方法がよろしいかと思います。今日私はこのちょっとゆるっとした方法でね、やっていきます。はい、では回していきたいと思います。どうでしょう、半幅帯って皆さんあんまりなんか形とか雰囲気とか気にされる方はね、多いと思うんですけれども、多分、半幅帯、大人の人が半幅帯気にする時っていうのは、まあ、腰の部分がね、ちょっと隠したいなっていうのもね、もちろんあろうかと思うんですけれども、私はお太鼓と比較すると、どうしても半幅帯の帯結びってちっちゃくなるから、気持ちで大きめに作っていただくと、ご自身が、あ、なんかちっちゃくないかなとかっていう風に気にする必要がないんじゃないかなと思います。なので私は半幅帯作る時にちょっと大きめを作るように心がけています。たもとを上げて、足を踏ん張って体幹ぶらさないように回していきましょう。よいしょ、はい、大丈夫でしょうか。
では、帯揚げと帯締めを揃えていきたいと思います。さて、通常であれば帯枕をねしていくんですけど、今日帯枕ね使ってないので帯揚げから結んでいきます。帯揚げを帯枕を使ってないってことは、帯揚げ引っ張ればいくらでも引っ張れてしまうということなので、クリップがあればこういう風に押さえておいて、こちら側整えていただくとすごく、ね、やりやすいんじゃないかなと思います。半分に入れてあげて、またここ押さえて、今の帯揚げもここ半分に入れて、それから結んでいきましょうか。左が上、一結び結んでいきます。帯揚げとか帯締めの結び方は、別なタイミングでの週刊ライブレッスンでお届けをしています。アーカイブでもご覧いただけるんで、よかったらライブの中から、アーカイブの帯揚げとか帯締めの結び方見つけてみてくださいね。はい、ちょっとここ揃えていきます。はい、では最後帯締めを整えていきます。どうでしょうね、ちょっと背中の部分ある程度ボリュームがある結び方ができました。半幅帯ってどうしてもお太鼓と比較すると、少しね小さめの形に出来上がります。それはそれで軽快ですごく素敵だと思うんですけれども、やはり、着物ユーザーさんが浴衣をお召しになる場合って、ちょっとなんか心もとないのよね半幅っていうご意見がね結構多いんですよね。私は枕を使わないからっていうよりかは、おそらくなんか帯の結び方のフォーム、フォルムがちょっとちっちゃいって感じておられるんじゃないかなっていうふうに私は思っていて、なのでちょこっと気持ちね大きく作るぐらいでもいいんじゃないかなっていうふうには思っています。はい、で帯が結べたので背中のシワを取って、で半幅帯の場合は、お太鼓だったら後ろのおはしょりのシワを中心に寄せていけばいいんですけど、これだと中心に寄せちゃったら見えちゃいますよね。なので私は上げますけど皆さん上げないでくださいね。ここのシワはこうやって横に持っていく、皆さんはこれ上げない状態でやってくださいね。でこの前の部分も前に引くと、この辺も前に引くとシワが寄っちゃう、襟が崩れちゃうから、こう横に引く、横に引くとここのシワも取れるし、なんかこの辺もねちょっと収まりが良くなります。ぜひよかったらこの横に後ろのおはしょり持っていく、それからこの前の部分も横に引っ張っていくっていうのをね心がけていただくと、浴衣も綺麗にねな状態でお直しできるんじゃないかなと思います。今日はリボンアレンジお伝えさせていただきました。最初にも冒頭もお話ししましたけれども、リボンアレンジは本当にいろんな方に展開がしやすいです。今日私は帯揚げと帯締めを使っていますけれども、この帯結びであれば、今日の結び方であれば帯揚げなしでも全然大丈夫ですし、帯締めがない帯結び、今日はちょっとねこのアレンジは帯締めがないとできませんけれども、もう少しお羽の部分、上から垂れる羽の部分を短くして、帯締めなしでもねいいと思います。ぜひ様々、ご自分の好きな形っていうのをね見つけていただければいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ではお早めですけれども、今日はこのあたりで、終了とさせていただきたいと思います。今日は録画でお届けをしておりますけれども、ぜひね今日の感想など、ぜひこちらコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。皆様からいただいたコメントすべてね目を通させていただいていますので、ぜひ今日の感想などお聞かせいただければ嬉しいです。はい、では皆さん本日も長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。どうぞ引き続き楽しい日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。